株式会社鎌屋モグサは、東京都中央区に所在するもぐさを販売する企業。主に、東日本販売総代理店として、もぐさを販売している。西日本は株式会社が町が総代理店として、販売している。この二つを総称して、鎌屋モグサ本舗としている。関永17年、大見国久留もと辻村の芋の市の家系。 田中七左衛門と大田六右衛門が江戸に出て、柴田町に釜屋を開業した。事業が軌道に乗るにつれ、田中家や大田家から人が呼び集められたが、この中に田中七左衛門の重廷、次左衛門のがいた。次左衛門のは、平安頃に辻村より江戸に出て、七左衛門の下で奉公した後、万事2年独立して、日本橋小網町を三丁目にからの。 鍋釜問屋を開業した。これが、釜屋もぐの起源である。七左衛門、六衛門は、万事元年に、深川上大島町に工場を構え、明治に至るまで鍋釜を作り続け、流星を誇ったが、一方の自在門は三代目が、郷里の名産いぶきも草に目をつけ、天行しこれを専門に扱うことで差別化を図った。間もなく、これが、江戸市中で評判となって、 大棚に成長し、自在門は天命、名和の頃町名主を務めるまでになった。江戸時代には、小阿町や江戸各地に釜屋を称し、類似品を扱う店が絶えず、小阿町二丁目の釜屋さ、自衛門、麹町七丁目の釜屋伝営門などと、本家争いを繰り広げた。当主は代々富士自在門を名乗り、現在の当主は、昭和62年就名の11代目である。 もぐさを紙筒で包んである、地熱給用のもぐさ温球器。ありがとうございます。